ジェルミー・マイケル・ボーダは、アメリカ海軍の軍人。1994年4月23日に、第25代アメリカ海軍作戦部長に就任した。アナポリス海軍兵学校に通うことないし、海軍士官候補生学校へ描くようもって入校する、ことなく三等水兵から叩き上げで召喚に上り詰め、海軍作戦部長となった。ボーダは、アメリカ海軍史上、官、 兵出身者でありながら、海軍作戦部長の階級である大将まで、進級した唯一の人物であり、現在でもこの記録は破られていない。インディアナ州、サウスベンドで生まれ、1956年に通っていた高等学校を17歳で中退して海軍に入隊する。入隊後は主に航空部隊に勤務することとなる。19歳の時に、ベティモランと結婚。 あとに4人の子供を設けるが、長男は重度の障害を患って生まれた。ちなみに、他の3人の子供は、その後、海軍士官に任官された。その後、一等兵装に進級後、海軍に在籍したまま高校を卒業。1962年の統合プログラムの下で、士官候補生に選抜された。同年8月、卒業後海軍少尉に任官。その後、 海軍中尉に進級、DD-682 ポーターフィールドの戦闘指揮所要員として、勤務、1964年に、ニューポートにある海軍駆逐艦学校に入校、教育終了後、DD-885 ジョン・ R クレイグに、乗組勤務、MSC-197 パロットの定長となる。 海軍駆逐艦学校の教官を務めた後の1971年に海軍大学校に入校、終了後にロードアイランド大学で文学士の学位を取得し、デグマイナス -1 ブルークの副長となる。その後に海軍作戦本部人事局などで勤務する。1975年から1977年まで DDG-37 ファラガット艦長。 海軍長官付副官、海軍人事局人材、予備役管理課、1981年からは、第22駆逐隊司令となる。1983から1984年は、人事局主任参謀権人材、人事、訓練課長、1984年12月に、海軍作戦部長付主任参謀となり、 この間に召喚に昇進し1986年7月まで勤める。第8区畜大軍司令官の後に1987年に CV-60 サラトが空母戦闘軍司令官に就任。1988年8月に海軍人事局長に就任。1991年11月に海軍大将に昇進、同年12月に 南部欧州連合軍司令官に就任、ユーゴスラビア紛争に関わる国連制裁活動に従事する NATO 軍部隊を指揮した。1993年2月1日、海軍ヨーロッパ方面司令官に就任。1994年4月23日に第25大海軍作戦部長に就任する。ボーダは海軍艦船に関わる C4i システムに関心を寄せていた。 次期揚陸艦のために必要とされる要素の洗い出しを行い、最新型の C4I システムと、対角生物化学防護能力及び高負荷姿勢を追求した船体などを盛り込み、従来は水陸両用船に資するために必要とされた巡洋艦及び駆逐艦の戦力提供の度合いを薄めることを狙った。この構想を反映した心臓揚陸艦が、 サンアントニオ急ドック型輸送用陸艦で、ボーダの死から9年後の2006年1月14日に一番艦である LPD-17 サンアントニオが収益した。テールフック事件をめぐり、ビル・クリントン大統領は、真相解明と責任の追及を指示し、この過程において、海軍上層部と対立し、ボーダは被害者である女性士官を擁護していた。これをめぐって、 海軍作戦次長、スタンレー・アーサー大将との欧州とアーサーの引退劇、それに関わる批判と、ベトナム戦争自由軍将の資格の問題など、混迷した状況の中で1996年5月16日に、ワシントン海軍交渉にある自宅の庭で拳銃を胸に当てて自殺した。二つの遺書の内容は公開されることはなかったが、一つは妻宛に。 もう一つは専属の広報係の士官宛であった。STA-21 から21世紀における現役の可士官、兵に学位を取得させ、海軍士官に任官させる制度。ありがとうございます。